邪魔すんじゃねえよ。油断は禁物です。クソが死ね。はっ、這いつくばりな。せい、続いて今です。雑魚が今です。簡単に死なせるか。こいつでとどめだ。手を貸しな。時間の無駄です。邪魔すんじゃねえよ。手加減は無用です。はっ、無駄です。これ行きなさい。雑魚がどけ。いつでとどめだ。手を貸しな。いつもこうだといいんだけど。次はドイツが相手だ。もっとお役に立てるように頑張ります。これは通過点に過ぎません。修行に終わりはない。私は大丈夫。とっとと消えな。はっ、ダメ。これ以上は。どけ。ダメ。しぶっ飛べ。ダメ。逃がします。終わらせます。続いてください。ダメ。これで、これ以上は。死んじまいな。死んで後悔なさい。こいつでとどめだ。手を貸しな。運命ならば。時間の無駄です。これも皆さんのおかげです。引き返すわけにはいかない。気持ちいい。ここで立ち止まるわけにはいかない。まだ追いつけない。いつかきっと。面倒ですね。油断は禁物です。せい、雑魚が、這いつくばりな。逃がします。今です。今です。死んで後悔なさい。雑魚が、雑魚が、これ以上は。雑魚が、これで無駄です。そんな。続い、これで、これで、ここで立ち止まるわけにはいかないの。せい、そんな。これで こいつでとどめだ。これで終わらせるから。どけ。えい、クソが、どけ。はっは、死ねえよ。ほら、これが運命ならば。
つもこうだといいですね。まだまだ頑張らないとね。当然の結果です。なせばなる、なさねばならぬ何事も。ってな。立ち止まるわけにはいかないの。108煩悩を振り払い、前進してまいります。私は大丈夫。手加減は無用です。そこ、あっ、許さん。あっ、行きなさい。許さん。死ね。ついてきやがれ。許さん。どけ。雑魚が今です。簡単に死なせるかよ。こいつでとどめだ。手を貸しな。肩鳴らしにもなりゃしねえ。邪魔すんじゃねえよ。油断は禁物です。無駄です。乗れ。無駄です。行きなさい。雑魚が。続いて今です。死んで後悔なさい。こいつでとどめだ。手を貸しな。いつもこうだといいんだけど。私は大丈夫。手加減は無用です。無駄です。そのまま行かせてあげましょう。やっ、続きなさい。ここで立ち止まるわけにいかないの。やっ、どう？これで、これで簡単に死なせるかよ。こいつでとどめだ。手を貸しな。肩鳴らしにもなりゃしねえ。面倒ですね。乗れ。無駄です。無様ですね。許さん。無駄です。これで死んで今です。簡単に死なせるかよ。やっ、どう？今です。こいつでとどめだ。手を貸しな。いつもこうだといいですね。面倒ですね。とっとと消えな。
行きなさい。雑魚が。逃がしません。死ね。今です。死んで後悔なさい。これで決め。そこ。これで決め。雑魚が。はこれで決め。簡単に死なせるかよ。これで。これで決め。こいつでとどめだ。手を貸しな。時間の無駄です。これは通過点に過ぎません。無駄なこと。ほら、こっちに来やがれ。これで死ね。行きなさい。そこ、逃がしません。クソが。死んで後悔なさい。これで決め。どけ。無駄です、無駄です。これで、これで、じゃ終わらせ。無駄です。そこ、これで決め。死んで後悔なさい。こいつでとどめだ。手を貸しな。時間の無駄です。いつか必ず追いついてみせる。もっとお役に立てるように頑張ります。ここで立ち止まるわけにはいかない。まだ追いつけない。いつかきっと。この程度ハンデにもなりゃしねえな。ほら、こっちに来やがれ。いいでしょう。じゃ無駄です。逃がす、行きなさい。雑魚が。せい。死んで後悔なさい。これで決め。いつでとどめだ。手を貸しな。いつもこうだといいですね。次はドイツが相手だ。邪魔すんじゃねえよ。手加減は無用です。逃がします。くそ、ぶっ飛べ。どけ。無駄です。続いてくれ。続いて。ここで、ここで。
無駄です。立ち止まるわけにはいかないの。これで決め。そこ。これで。はあ。これで終わりです。こいつでとどめだ。手を貸しな。肩慣らしにもなりゃしねえ。てめえらの相手をしてるほど暇じゃねえんだよ。思ったより来るのが遅かったな。ではつい先日完成したところだ。これを持って兄の元へ行け。これは指輪ですか？そいつは人に無限の生命力を与えるモベーズビジューだ。指にはめれば病は立ちどころに回遊し、所持者はさらなる力を得るだろう。さらなる力だと。あれだけ大層な素材を使ってできたのがこんなちっぽけな指輪とはな。残りの素材はどこ行ったんだ？マキとはそういうものだ。力を与えるとはどういうことだ？病を治癒するためだけのものではないのか？わしはあやつの望みを叶えてやるためにその薪を作った。それだけのこと。一つ伺ってもよろしいでしょうか？なんだ？さっきのマナコ石ですが、あの偽物はどのようにしてお作りになったのでしょうか？それを知ってどうする？少々気になることがありまして、そのことを確かめたいのです。話してもお前たちにマキにかかりっきりだったからな。今頃になって疲れても出たのだろう。気にするな。よくあることだ。ですが、とにかくあれについて話してもお前たちには理解できまい。それよりも娘、その瞳は魔物を引きつける用心することだ。どうしてそのことを？何年鍛冶師をしていると思っておる。素材に宿る魔力を感じられなくて、魔器など作れるはずなかろう。ああ、
お前の瞳を素材として使うつもりは毛頭ないがな。気をつけることだ。わしとは違う考えを持つ者は多い。さあ行け。わしは他にやらねばならぬことがある。いろいろとお世話になりました。このお礼は必ずいたします。そんなものいらん。失礼いたします。マキか。生涯の最高傑作があの程度のものとはな。わしも猛落したものだ。お前に笑われるだろうな、ゴードン。願わくばあれがマキと呼べる代物になっていること。邪魔すんじゃねえよ。手加減は無用です。てめえらの相手をしてるほど暇じゃねえんだよ。待って。守護獣だと？どうしてこのようなところに。何やってんだ。なぜユルレの民の守護獣がユルレの民であるお前を狙っている。つべこべ言ってる場合か。あっちはやる気だぜ。守護獣を甘く見ぬことだ。こいつが狙われてるんじゃ、俺たちが狙われてるのと同じだ。やるしかねえだろ。そうね、ここで後ろを見せればそれこそやられるわ。仕方あるまい。本意ではないが、我が身に降りかかる火の粉であれば払いのけるのみ。せめてもの手向け、森人である我が手で葬ってやろう。怪人にキスがよい。面倒ですね。油断は禁物です。クソが、クソが、やっ、逃がしなさい。クソが、これで、はっ、目線。
こいつでとどめだ。手を貸しな。そんな、いやいつもこうだといいんだけど。これも皆さんのおかげです。なせばなる、なさねばならぬ何事も。108煩悩を振り払い前進してまいります。引き返すわけにはいかない。気持ちいい。これは通過点に過ぎません。ここで立ち止まるわけにはいかない。まだ追いつけない。いつかきっと。どうして守護獣が私を。ダナオス様、間に合いませんでしたか。これはどういうことなのですか。どういったわけか、先のマナコ石を持ち出したことが露見してしまったのです。刃から出た錆は研ぐに砥石がないとは、まさにこのことだな。守人でありながら悪事を率先して行ったことの報いだ。それを見逃したことや、こいつをぶっ倒す手助けをしたてめえはどうなるんだろうな。必要に迫られてしたことだ。私は守護獣と戦うことを望んでなどいない。私がもう少し早く到着していれば、守護獣を倒してしまった今、里の者があなたの弁明に耳を貸すことはないでしょう。もうすぐ討伐隊がやってきます。その前に早くこの場を立ち去るのです。ですがこの巻を兄様にお渡ししなければ。それに私が追われる身となれば、兄様に嫌疑がかけられるかもしれません。安心してください。ラスターならば安全な場所におります。大丈夫、すべて私に任せてください。本当ですか。よかった。ですからこの場は私に任せて、しばらくどこかへ身を隠すようにしてください。そんなこと言ってる場合か。これ以上面倒を増やすなっての。だったらてめえにはいい考えでもあるってのか。ないから言う通りにするんだろう。あの湿地帯へ行きましょう。なるほど、あそこなら追手を負けるかもしれないな。考えている暇はないわ。行くわよ。ダナオ様、これを兄様へ。マキですね。お願いします。わかりました。必ずラスターに渡しましょう。様子を見て何としても連絡します。気をつけてください。様もお気をつけください。もし疑われるようなことがあれば、全ての責任は私にあると、そうおっしゃってください。それは。いえ、これは全て私一人がしたことです。そのことを忘れなく。わかりました。さあ行くわよ。それでは失礼いたします。あなたの望み通り、このまがいものはラスターに届けましょう。メルビナ。
奴らを追い始末してこい。今度は失敗するなよ。必ず奴らの息の根を止めてまいります。もし失敗すれば分かっているな。先日勝手に抜け出した時の罰程度では済まさぬぞ。はい。お前にはこれまで目をかけてきた。私の期待をこれ以上裏切るな。さあ行け。失礼いたします。カエルの子はカエルというが、所詮は彼女と血のつながりがあるというだけか。まあよい。最後の仕上げをしてくるとしよう。このまがいものを使ってな。ダナオス様、これは一体どういうことですか？どうしたのですか？マキが手に入ったのですよ。嬉しくはないのですか？マキのことについては本当に感謝しています。しかし、なぜユーミルのことを密告なさったのですか？ああ、そのことですか。そのことではありません。ユーミルはあなたのことを信じていたのですよ。それなのに。これが最善だと思ったからです。冷静になって考えてみてください。彼女が先のマナコ石をすり替えたことをこのまま黙っていられると思いますか？それはいずれオサに自ら打ち明けるでしょう。そうなった時、あなたの病状が回復していることを追求されるのは目に見えています。あなたたち二人は兄弟であり、いいなずけでもあったのですよ。その関係はあなたの病状を考えて解消されました。今では彼女の連れ合いとなりうるものは他におりますが、勘の鋭い長です。あなたとユーミルの関係をまずは疑うでしょう。そしてあなたの病状が回復したことと先のマナコイシとの関連性に必ずや気づくでしょう。それでは私が手を貸した意味がなくなってしまう。私はあなたかユーミルが今の世界を変えてくれると、その可能性を感じたからこそマキのことを教えたのです。そして今そのマキをあなたに渡しました。私はあなたとユーミルの願いを叶え約束を果たしました。今度はあなたかユーミルが私との約束を果たす番です。辛い気持ちはわかります。ですがこの里を出れば彼女は自由です。オサも里を捨てた者をどこまでも追うようなことはしないでしょう。先のマナコ石だけでは何もできないことをわかっているでしょうから。それにユーミルには彼らがついております。そして彼女が柱の乙女となるならば、やはりこれが一番良い選択なのです。ユーミルはあのシュバルツという男と一緒にいるのですか？ええ、討伐隊に追われてはいますが、彼らがいれば逃れられるでしょう。俺はユーミルさえそばにいてくれればそれだけでよかった。オサの地位など必要ない。俺に必要なのはユーミルだけだ。ですがオサではないあなたには何の権限もない。それならば今すぐオサになればよいだけのことです。俺にはこの牧があります。従わなければどうなるか、オサにとってはあまり面白くないことになるでしょう。いずれ変えねばならなかったことです。早いか遅いかだけの違いならば、多少その時期が早まったところでどうということはないでしょう。危険な賭けですよ。それでも
ユーミルを失うくらいなら死んだ方がマシです。しかしながら彼女はもはや彼らのものです。そして長の力も彼らには及びません。ならば奪うまでです。この魔気の力を使って。わかりました。もうあなたを止めることはしません。ですがくれぐれも無謀なことだけはしないでください。無駄に命を捨てることはありません。いつかはあなたの時代がやってくるのですから。今までありがとうございます。もし俺に何かあった時にはユーミルをお願いします。承知しました。では。応援していますよ、あなたのこと。うまくことが運ぶようにね。せいぜい魔気の力を使い、私のために働いてください。